さて次いきますね。さてと、前回は elderly relatives まで行きましたね。次、failure to visit the grave sites creates different types the type of stress different from not being able to travel、laments Ms. Yamazaki。 さてと、failure to 動詞ということで、何々することに失敗することって言ったら大げさな言い方ですけども、まあ、何々できなかったこと、何々ができないということって言うんですけどね。だから、なんていうかな、あ、ここからここまでね、これが主語ですよね。だから grave sites、 だからあの墓の現場、だから墓のある場所、墓場って訳しておきましょうか。墓場に詣ること、墓参りをすることができないということは create する。だから墓場に行けない、だから墓参りできないということのせいでこういうものが生まれてしまうということですね。だから墓場に行けないので、墓参りができないので、こういうものが結果として生じてしまう。すなわち A different type of stress、 あの別の形の別の種類のストレスが生まれてしまうのであると、墓参りできないからね。で、different と言ったけど、別の種類のって、って言ったけども、別のっていうのはどういう意味で、何と違った、何とは違ってるかというと、different って言っても、このどういう、何から、何と比べて different なのかというと、not being able to travel、すなわち、まあ、里に帰る、里帰りすることができない。うん。里帰りすることができない、ということとは違った意味でのストレスが生まれてしまうのであるということですね。ここからここまでを、まあ、意訳してみると、そうですね、墓参りできないので、墓参りできないので別の意味でのストレス、すなわち、里帰りできないことによる、墓参りできないことによるものとはまた別の形のストレスが生まれてしまうのであるというふうに、水山だけはラメントしている。ラメント、ラメンテーションということです。まあ、嘆いているということですね。ラメント、ラメントは嘆いているというかね、ラメント、ラメンテーション、聖書の旧約聖書に Lamentations of 何だったっけな、誰それっていう、あの、なんか何々の嘆きというような意味の、あの旧約聖書の中のブックがありますけどね、なんていうやつか忘れました。ジェレマイアだったかな、 Lamentations of ジェレマイアだったかな、エレミアの哀歌、エレミアの哀歌、哀歌ってあの悲しい歌ってやつね。それでエレミアの哀歌っていう、エレミアってあのカタカナのエレミアですよ、あの預言者のね、預言者ってあのプロフェットで、エレミア哀歌って言っててね、日本語では、英語では、Lamentations of Jeremiah って言うんですけどね、エレミア哀歌っていうのがありますよね。で、だから嘆き、ラメントっていうのは嘆くというふうな感じですけども、一応過去にしておきますね。これこれラメントね、ラメント、あの動詞ではね、a way of、ちょっと待って、ラメントでしょ、express regret or あれ、or disappointment about something ね、なんか残念だなとか、がっかりしたなというような気持ちを表現することというね、まあ嘆くでいいかな、あるいはラメントを、あのラメントというのを、名詞で言うと A passionate expression of grief、 悲しみを情熱的に、あの、まあ、情熱を込めて表現することですね。だからまあ嘆きというかね、こんな感じですね。ラメンツというふうに水山崎は嘆いている。水山崎はさっき出てきたあの、なんかの
ね、同業者組合の人ですよね。お墓関係の人ですね。で次、to help relieve the pain of missing those obligations to the past, her association turned to futuristic technology ね。うん、だから何々するために彼女のアソシエーションは turn to 何々したということですね。だから何々するために to help relieve the pain of missing those obligations to the past、 あの過去に対するそういうそれらのあれらのそういう手をしておきましょうか、そういう過去に対するそういう何ちゅうたんやのかな、義務をミスしてしまう、義務を果たせないことによる痛み辛さを和らげるのを助けるためにってことですね。だからまあ簡単に言うと過去そのご先祖様ですね、結局は、まあ、一応過去としておきましょうか。過去に対して、過去に過ぎ去ったものに対する、過去に対してパースと過去に対してというよりは過ぎ去った人々という意味かな、この場合は、うん、The past とは The past の past はね、あの P、何もともと past で past でパーストとあるんですよね。パーストは過ぎ去るとかね、通り過ぎるっていうのは本来の意味ですけども、それでパースアウェイとも言うけども、パースだけでね、パースアウェイとも言いますけども、過ぎ去る通り過ぎるだけじゃなくて死ぬという意味でね、まあ通り過ぎるというような言い方をするんですね。まあ日本語でよく行くというような言い方をしますけども、行ってしまったあの方とか言う、行ってしまったってどこ行ったの、学校に行ったのとか言ってもらうけども、そうじゃなくて亡くなってしまったってことね。日本語でも亡くなるというのもまたね、亡くなるってどういうことってね、亡くなるって具体的にはここにいなくなるということだけだから、死んではいないかもしれないのに、亡くなると日本語で言えばもう死んでしまうという意味 で死ぬという言葉はあまりにもね、直接的でちょっとね、遺族にとっては言いたくない言葉だからね、died と、he died とは言わないで、he passed、あるいは he passed away、どっちでもいいんですけどね。で、彼が死んだこと、his passing、ね、his death と言わないで、his passing と言ったりするんですよね。だから、die とか death は言ってくれるなと、もう pass と言ってくれというふうに言う人もいますね。もうそれは辛すぎるから、pass と言ってくれと。あの人が亡くなったことはあまりにも辛すぎるから、だから die とか death なんて言ってくれるなと怒る人いますね。これだからそういう時には past って言うんですね。だから past、 これは亡くなることですよ、これね、で past で、これはこれと発音一緒ですけども、こういうふうに書く時もありますね。特にイギリスではこういうふうに書くことが多いでしょうね。今はこれは雑誌、この雑誌は The Economist ですから、イギリスの雑誌ですからね、ね、本当はアメリカの雑誌だったらアメリカの、ね、報道ではこれ使わずにこっち使うかもしれませんね。多分こっち使うでしょう。イギリスだからこっち使ってるんでしょうね。だからこれ過去という意味じゃなくて過ぎ去った人という意味だよね。過ぎ去った人々ですよ、ね、ちょっと一応確認しとこう、辞書で。一応ね、辞書で確認しますが、パースね、パースってこれ、あ、違うわ、パースってどこなのかな、ね、前のページですね、うん、パースは今回は引かないでパースと引きますね。パーストね、とは、ゴンバイなんとかかんとかでありまして、なんかはっきり書いてないな、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、パースのところに
書いてあるかもしれませんね。ちょっと待って、うん、パースという原型の場合はこれ、ね、こういろいろ書いてありますわ。ね、あれなんか書いてないな。あれちょっと待って、ね。Come to an end というのは書いてありますけどね。でも die とは書いてませんね。ちょっとね、どっかにあるのはね。この辞書はね、ちょっとちっちゃいからあんまりね、この pass away の場合は die と書いてますけどね。パースとだけ書いても構わないんですけど、言ってもいいんですけどね。まあちょっとこの辞書はちょっと小さすぎてそこまで書いてませんけども、まあこのパースとはこれはまあ、亡くなってしまった人ということで間違いないはずです。まあ他のもうちょっとちゃんとした辞書で引いてみてください。そう書いてあるはずですね。うん。で、あれちょっと待って、どこだったかな。あれどこだったごめんなさい。いかんなぁ。これじゃない、これ。これ、ここら辺ですね。ラメンですね。で、ともかく、一応、これ、the past は、those who passed away という意味だって間違いないはずです。亡くなってしまった人々。に対する、ね、そういう義務を果たせないことによる痛みを軽減するのを助けるために、その一助となるために彼女の、 所属する組合は、ね、同業者組合は、こういうものにターントゥーしたのであると、未来的なというかね、フューチャリスティックテクノロジー、未来的な技術に、訴えたのであるというか、未来的な技術を採用したのであると。Turn to というのは rely on とかね、そんな感じですね。Resort to とかね。だから未来的なというのはです。だからね、昔ながらのやり方じゃなくて、ちょっとね、ネットというものを使った、インターネットを使ったんだと、ね、オンライン技術を使ったんだと、それによってこの みんなの遺族の方々が、ね、墓参りできないその辛さを軽減してあげようと思ったのだというわけですね。それで For 25,000 yen $236 It will produce a virtual reality experience to letto visit a grave from the comfort of your home ね。25,000円すなわち$236でってことですね。そういう料金で it その her association ですね。her association はその彼女の所属する組合は、will produce こういうものを生み出してくれるのだと。こんだけ払ってもらったらこういうものを生み出してくれるのだと。A virtual reality experience をね、生み出してくれるのだったと。すなわち、バーチャルリアリティの仮想現実の体験を生み出してくれて、それで、あなたっていうのは一般的なあなた。ね。だから、お客さんに、お客さんが、墓参りすることが できるようにして、するための、体験させてくれるのだと。From the comfort of your home あなたの、まあこれは一般的にあなたので、で、まあ、まあ顧客の家が生み出す快適さからというような言い方してね、 From the comfort of your home という言い方して、家にいながらにして、自宅にいながらにしてというような訳し方ができると思います。まあ、ともかく楽々と家に楽々といながらもね、まあ、すごいことができると。例えばわざわざ遠いところまで行って危険な思いしたりね、いろんなことしなくてもいいんだと。家にいれば、自宅にいれば楽々と安楽だと。
それなのにこんなことができるというような時に From the comfort of your home という言い方するんですね。というわけで自宅にいながらにしてこんな体験をさせてくれるバーチャルリアリティの、 体験をさせてくれるんだけども、これは、まあ、25,000円払えばそういうことはさせてくれると。で You can see it from all directions So it's 360 degrees Both Ms. Yamazaki It's like you're actually there、この U はもちろん一般的な U ですね。まあ顧客はというかね、誰でもいい、ともかく一般的に人を指すんですけどね。See it。It っていうのは何を見るかというと、まあ一般的にその状況ですね。だから墓参りの状況でしょうね。まあ墓地、墓、お墓とかその近辺、お寺の状況、その状況をあらゆる角度から360度で見ることができるんだと。ボース、水山崎さん、この山崎さんは、まあ、自慢して言ってるんだと。自慢して言ってると言ったら日本語ではちょっときついですけども、まあ、誇らしくこの世に言ってるんです。どうですか、いいでしょう、素晴らしいでしょうというようにね、ニコニコしながら、ね、こんなことできるんでしょう、弊社のやることで。弊社の、ね、サービスを利用すればいい。ですからどうですか、やってみませんかというような感じで、もう誇らしく、ね、ね、もううちの特別な製品ですよ、どうですかというような感じですね。製品というかサービスですよ、どうですかというような感じで述べたということは言いたいんですけどね、このボースというのは。これだから、誇らしく言った、このように言っているというような感じかな。It's like you're actually there. ね、もうまさに実際にそこに現場にいるかのような体験なんですよ。ね、もうそこにそのままいるような感じですよ。バーチャルリアリティとは言ってもということね。さて、others have hired proxies to visit the dead on their behalf. 他の人々は、こういうものを雇ったのである。Employed ということですね。で、proxies。proxies は代理人の複数形ですよね。代理人ですよね。他の人たちは代理人を雇って、その代理人に、ね、自分たちの代わりに、自分たちを代表して、自分たちの代わりに、その亡くなった人々、先祖の人たちの、ところへ行く、すなわち墓参りをしてもらったのである。だから全体としてね、代理の人を雇って、代理の人に先祖の墓参りをしてもらった人もいるということですね。そういう意味ですね、これね。で、プロキシーという言葉をよく使いますね。プロキシーって日本語でプロキシーって言って、なんかコンピューターの世界でよく使いますね、プロキシーとか。IT すなわちインフォメーションテクノロジーすなわち情報工学に詳しい人はプロキシーという言葉がよく出てきますね。それからあと、代理戦争、代理の戦争ね、代理戦争という意味でプロキシーウォーとよく言いますね。それから他にね、なんか代理なんとかっていっぱい出てきますよね、一応法律用語としてもいっぱいしょっちゅう出てきますね。さてWith Japan's population aging and urbanism, urbanizing online grave, With Japan's population aging and urbanizing, online graveyard visits and tombstone cleaning services were already doing brisk business.ですね。さて、With Japan's with がついてますね。日本の population が With Japan's population aging and urbanizing comma となってますね。With なんとか With 名詞句という形で何々がこういう状況なのでこんな状況なのでという感じね。だから、待てよ、ごめんなさい。この場合はね、with
名詞でなんとかイングという形ですね。これはよく出てきますね。これ書いてきますね。with で名詞句ほんで動詞のイングとね。with 名詞なんとかイング。今回の場合は with Japan's population aging and urbanizing コンバットね。でこれ with を使ったこれなんていうのこれ、なんだっけ。with を使った主体状況っていうんですよね。あの文法用語ではこんな文法用語はどうでも言えないかって言いたくなるかもしれませんけども、僕なんか言いたくなりますよね。主体状況もともと嫌いだったんです文法用語でも。最近15年前から一生懸命覚えるようになったんですね。なんでかというと覚えといた方がネットとか文法書で検索しやすいから、うん、で with を使った不対状況と言われるんですね。 with を使った状況を表すんです。だからこういう名詞の部分こういうものがこういうふうになっているのでというのが訳せるんですね。ですから日本の人口が日本の人口が with Japan's population aging and urbanizing、 日本の人口がどんどんエイジングしていってほんでオーバナイズングしているのでということですね。すなわち日本の人口が高齢化しそして、都市化しつつあるのでね。だから都市化するというのはもちろんあれですよね。田舎の人たちがどんどん減っていってでどんどん過疎化、田舎が過疎化していって都市の方にね、シティーズの方にどんどん人口が流れ込んでいってね、そういう状況なのでというね、オンライングレイビアードビジットアンドトームストーンクリーニングサービスが were already doing a brisk business なのであるということですね。オンラインの何だったっけこれ、墓地って訳しとこうかな。墓地、墓場、オンラインの墓場訪問、すなわちオンラインの墓参りと、それから何だったっけこれ、墓石、すなわち墓石、墓の石ね、墓石洗い、墓石洗いのサービスがすでに doing 何々しつつあるのである。ブリスクビジネスをしているのである。ブリスクっていうのはね、ブリスクっていうのはなんかこう、まあ今回の場合はブリスクビジネスだからビジネスがまあ繁盛しているというような感じね。すいませんね、ブリスクビジネス、ブリスクをちょっと一応確認してきますね。これ何回見ても忘れない。ブリスクっていうのはなんか早いというような、クイックというようなイメージを僕は持ってるんですけどね。簡単に言えばね、そんな感じの意味合いがあるんですけども、ブリスク、ブリスク、ブリスク、ちょっと待ってね。あ、これですね。ここです。はい。あれ、ブリスクね。ブリスクは active and energetic, practical and efficient ね。最初僕はクイックという感じだと思ったけども、違うみたいですね。フランス語ではもともとブリスク、ライブリー、フィアスという意味だと書いてありますね。で、英語ではブリスクと言ったら、アクティブ・アンド・ジェネラル・エネルギティック、プライティカル・エネフィシャント。今回の場合は、アクティブ・アンド・エネルギティックという感じですね。ね。活発で生き生きしとって、アクティブ・アンド・エネルギティック。アクティブ・アンド・エネルギティックね。だから、ブリスクビジネスというのは、アクティブ・アンド・エネルギティックビジネス。だから、なんていうの？Doing brisk business はだから繁盛しているということですね。すでにもう繁盛している、こういうね、都市化とかいろいろ高齢化が進んでるからね。だからオンラインの墓場、墓参りとか、それから墓石洗い、お墓の石のを洗うサービスがもうすでにね、繁盛しているんだと。で、繁盛していたのであると。なんでワンになってるのか、ちょっと待ってね、ごめんなさいね。以前にもうすでに、今回のようなオンラインの
オンラインの、なんていうのかな、今回のオンラインの墓参りがなくても、もうすでにね、もうすでに、それ以前、もう去年あたりからね、去年あたりからって、もっと昔からね、今年になって、今年の数ヶ月前から、コロナのせいで、ちょっと、なんていうの、オンライン墓参りが、バーチャルリアリティで流行り始めてきたけども、そうじゃなくても、もうそれ以前からね、去年からもう、あるいはもっと前から、何年も前から、もうすでにね、この何、オンラインによる墓参りとか、ね、墓石洗いがね、何、コロナがなくても、もう以前からもう繁盛してたんだと。でも今年コロナのせいでますますまたますます繁盛するようになったということは言いたいんですね。だからここで、ね、過去形になってるわけですね。で、ご縁道、これ日本語みたいですね。ご縁道という日本語の名前ですね。One such firm、 会社の名前ね。 One such firm says inquiries and website traffic have doubled this year ね。ご縁道という、そういう一つの会社があるんだけども、それが says、 その会社の人が says inquiries、 その会社がこのように、表明してる、言ってると。 says inquiries and website traffic have doubled this year。 今年はね、そう、今年は inquiries、 すなわち、なんちゅうの、問い合わせとウェブサイトの問い合わせとウェブサイトのウェブサイトでのそのホームページを見てくれる人たちの数が増えたので、2倍になったのであると。ホームページを見てくれるそのなんていうのかな、ビューの数というか、なんていうの、ホームページ訪問客数っていうのかな、ね、YouTube で言えば何、再生回数ですよね。で、ウェブサイトに来る人たちの数がね、どんどん2倍になったのだと、もうすでにね、あれも問い合わせもね、Inquiries は問い合わせということですけど、調べる、なんか調べることですけども、Inquiries、あれですわ、もうすぐ一応一つだけ言っておこう。Inquiries となりますがね。複数形になりますがね。in、中に向かって、query、inquire、これが動詞ですけどね、inquire ね。で、in プラス中に向かって、quaerere という。Quaerere というラテン語があるんですよね。中に向かって探る。これ、Quaerere というのは seek みたいな意味ですよ。確かね。seek。探るんですよ。探し求める。seek するんですよね。で、Inquaerere というんですよ。ね、ラテン語で。それが Inquire になったわけですね。フランス語、そして英語へと入っていたんですけどね。で、Quaerere のこれが原型なんですけども、puestos、 これが PP、 すなわち過去分詞なんですね。quaerere、 探し求めるというのをこれ過去分詞にすると puestos なんですね。 puestos の quest、 例えばドラゴンクエストなんてドラゴンクエストっていうゲームありますね。 quest、 探し求めること、創作、探し求めることね、探索とかね、クエスト。で、クエストといえば、クエスチョンという言葉がありますね。あるいは、インクイゼションなんていう言葉もあります。インクイゼションというのは確かね、なんていうの、尋問。昔のキリスト教の尋問会議みたいなのがありましたね。尋問っていうのかな。なんていうの、なんだ、忘れましたわ。インクイゼションっていうのがありますね。インクイゼション。日本語でなんていうのか、ちょっと忘れましたが。ね。インクイ。ゼションという言葉ありますね。ちょっと難しいというか歴史用語ですけども、でも一応これね、中に向かって
探すわけですからね。だからまあ問い詰めるための宗教会議みたいなやつが、宗教会議というか、なんかね、お前は異端者か、お前は、お前は何、もしかして魔女か、魔女でないのか、はっきりしろとか言ってね、あの昔は何百年も前はそれぐらいに宗教裁判みたいなことしてましたけども、そういう宗教裁判を見たもののことをインクイズションと言いますよね、正確な日本語訳を合わせましたけど、インクイズション、これも全部ここから来るんですよ ね。でインクワイアね、インクワイア、インクワイアリー、これに似た言葉でアンケートという言葉があるんですね。アンケート、アンケート、確かこういう